サブチャンネルの方の方配信になります長谷川玲奈さんの話ですけれども声優のねクロコダイル所属の、えー、ショールームをね配信してて結構あの方は長くショールームを配信するので有名なんですけれども6時間配信を昨日したということでねいやーすげえなと思いましてうんあのねまあやってることは知ってたんですけどちょっと家でやる仕事みたいなテレワーク的なもんじゃないんですけど一応ありましてそちらをやってたんでまあちょっとね見ることができずただ仕事終わってみてもまだやってんなと思ってでもまあ だいぶ過ぎちゃったしそろそろ終わるんじゃないかなと思ってたりとかしてたんですよね。それがまあ10時半とかですかね。でもずっとやってたみたいでうんやばいなと思ってだから6時間ですよ約。よくそんなに話すことがまずあるなっていうところからのすごいなって思ったんですけどある意味もう特殊スキルっていうか特殊技能みたいなもんですよね、まあ。コメント読みながらだったりもするでしょうし話すだから話す内容が、まあ、コメント読みながらとか言っても6時間もよくあるなって思いますよ。 私なんかだって、10分くらいの動画撮るのだって随分とね、大変だって、もう20分も話せないんでね、このサブチャンネルに関しては、だいたい10分以内でフリートークでやってるんですけど、フリートークなんかそんなに持たないですよ。10分も持たないですよ、まずね。うん。だから、それすげえなって思いましたよね。うん。でも頑張ってらっしゃって、すごく、うん、良かったなと思いますよ。去年とかね、大変でしたし、今年は今年で感染症が大変で、うん。イベントも軒並み中止になっちゃってね、私もいくつか行く予定のイベントがあったんですけども、 はいでそれであの12月20日の日曜日秋葉原で100名だけ限定みたいなんですけどいわゆる電音部の長谷川玲奈さんも参加して原宿エリアで参加している DJ 音楽プロジェクト的なやつでしたかねそれの、まあ、練習会みたいなそういう感じのやつがイベントでやるみたいでだからまあ ね、長谷川里奈さんたちが DJ ブースで DJ をする練習をするっていうことなんですかねそちらの方がねあるっていうことでこれ秋葉原だったらいけるかなと思ってあの見てみたら仕事があの22時までの日なんで無理でした、うん、無理でした <laughs> うまくいかない日曜日ね日によってはね17時とかに終わったりしてそこからあの頑張って駆けつければ夜の部だったらいけたんですけどね、うん、まあでもちょっと 星回りが悪かったようでして、まあ、でも感染症の状況によっては自粛とかそういうものの状況によっては配信だけのものになるかもしれないっていうふうに書いてありましたのでまあそこのところも含めてもし参加される方は、ね、ご注意願いたいと思うんですけれども早くねこういった状況もあの治ってねそういうイベントごとにも行けるような感じになるといいなと思うんですよね。 DJ イベント。まあ、最近は声優さんとかね、タレントさんとかでも DJ はするので、まあ、いわゆるね、あの、クラブ DJ みたいな人たちは、いわゆる曲をつなぐっていう形のことができればできるっていう形でもあって、ただ、あの、私もその雰囲気は好きなので、ちょっと行ければなっていうふうに思ってはね、いたんですけれどもね、うん、まあ、残念でした。 だから、まあ、もし行ける方がいらっしゃいましたらね、行っていただいて、それで感想など述べていただければと思うんですけども、DJ のクラブイベントとはいえね、大丈夫ですから、もう長谷川玲奈さんたちが出るものですからね、アニメファン、声優ファンとかでも全然行けると思うし、まあ、行けると思うしって言いつつ、まあ、感染症の問題もあるからどうなるか分かんないんですけどもね、はい、そういう感じです。はい、で、まあ、あのね、6時間配信、ショールーム、すげえなって思いましたけれども、 まあ、とにかく頑張ってますし来年ねやるアニメでのね、えー、と主演ではないけれどもほぼほぼね主演の人2人の近しい間柄にいる立ち位置で多分出番も多いんじゃないかなと思われる役でねあのやることになってますのでそちらの方も楽しみにしたいと思いますねはい、では今日は長谷川麗奈さんの話ですが「ショールーム6時間配信すげえなまできねえな」っていう話でした、はい では、えー、よろしかったらメインチャンネルの方と一緒にこちらのサブチャンネルの方の登録もお願いいたします。こちらの方ではフリートークをしつついろんなことを喋ってまいります。はい。では、失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。